4月22日、江戸川区医師会と区は、ドライブスルー方式で PCR 検査ができる検査センターを区内に開設しました。これは区内における感染者の増加を受けて設置されたもので、ドライブスルー方式とすることにより、検査時における院内感染のリスクを抑えるとともに、PCR 検査を必要とする区民が適切に検査を受けられる医療体制が整備されました。検査までの流れは次の通りです。感染の疑いを持った区民はまずかかりつけ医に電話で相談します。相談を受けた医師が PCR 検査を必要と判断した場合は検査センターに連絡。患者は自家用車などを使用して検査センターへ出向き、防護服を着用した医師が乗車したままの患者を検査します。検査の結果陽性となった場合は江戸川区医師会が保健所とかかりつけ医に報告、患者の容態に合わせ対応を取ります。まずかかりつけ医に電話をしてくださいというふうにしてます。必ず診療所には行かないでくださいと。でまずは電話をして指示を受けてください。でかかりつけ医が必要だと思えばかかりつけ医がここに予約をするという形になってます。保健所を中心にこの PCR 検査やるかやらないかの振り分けをやってきましたし、それを東京都あるいは民間の方でお願いをしてたんですけれども、どうしてもやはりいろんな調整でタイムリーな形でできなかった部分がございます。そういった流れをこの区の中で一貫した形でできないかというふうに思って、一つはこの検査センターもそうですし、そしてPCR 検査もですね、東京都あるいは民間以外にも区の中で保健所の中でですね検査ができるようにしました。そして重症の扱う病院、中核病院、そして軽症の方はホテル中心なんですけれども、これも区立のホテル、そちらの方で療養いただくような体制ができるようになりました。ですので区の中で入り口から出口までの一貫した流れがこういったPCR 検査センターができることで確立ができるようになりました。検査センターでは今後週2日、1日あたり10件から20件の検査を実施する予定です。区ではこれからも江戸川区医師会と協力し、区民の安全安心な医療体制の整備に努めてまいります。